2回読みますね。2回読みます。なお腰痛の解消を科学的に立証した研究は世界で初めてとなりますというふうに書いてくれているんですね。今2回読みますね。もう1回読みますね。なお腰痛の解消を科学的に立証した研究は世界で初めてとなりますって書いてくれてるんですよ。なんかちょっと興奮してきたのでもう一回読んでもいいですか。大事なことなんで、本当に大事なことなんで3回言います。なお腰痛の解消を科学的に立証した研究は世界で初めてとなりますっていうふうに書いてあるんです。これどういう意味かというと、この干渉法は世の中に存在しなかった全く新しい治療法なんだっていうことなんですよ。これすごい大事なところなので、かなりしつこく言わせてもらってます。こういう考え方が大事なんですね。この干渉法、ね、こういうふうにメディアも取り上げてくれたんですけれども、都市療法っていうのを手を使って人